颖若现的大长腿，透视长洋装，完美 S 曲线一览无遗。日本资深女神葱岛菜菜子大秀回归美照，日本网上狂赞她50岁半百年纪，却拥有24岁惊人的逆龄美貌。不仅松岛菜菜子脸蛋与身材保养得宜，数十年如一日，穿上空姐服装再度还原全是 GTO， 毫无违和感。熟悉的前奏一下，童年全回来了。和另一半个性男神板丁龙史，时隔26年再度同框，出演漫改神剧《麻辣教师 GTO》复活特别篇。僕ら一教師としてお世話になる鬼塚英吉です。松岛菜菜子原剧中饰演女主角东岳老师，这回夫妇俩合体，和1998年首度播出时几乎看不出岁月痕迹。今日からお世話になる新人鬼塚英吉です。よかったらお名前聞かせていただけませんか。すいませんけど、私急ぎますね。麻辣教师 GTO 讲述暴走族化身热血教师，以大胆创新的教学方式解决学生困难。为了宣传新戏，4月上档，板丁龙史更客串走秀。26年ぶりだったので、なんか過去の生徒も出て、こうやって現在の生徒も出てくださったので、本当にいい作品が作れたかなと。まだ生まれてはなかったんですけど、前の実況のすごくパワーをくださって、その普段の反町さんの姿がものすごく鬼塚先生と本当に重なって。这位原班人马小栗旬、蛙冢洋介和藤木直人，当年青涩天才以资深男神归位，让粉丝超惊喜。剧中还找来出演初恋爆红、受封新国民女神的八木莉可子，希望能拼出好收视。三新闻严欣怡报道。